Oh!
Walking!
Round one, fight!
Kong! Round one, fight! Thank you.
Let's go.
We'll be right back.
Walking!
Yeah!
はい、こんばんは、こんばんは。本日はですね、集めてないです。ごめんなさい。エクスパーさん以外もらってません、まだ。はい、そうです。ちょっと待ってくださいね。本日は2019年1月の18日ということで、ですね。はい。第108回ですね。108回式の細道ということで、ちょっとごめんなさい。時間、今9時半なんですけども、少々、間もなくで始まる予定でございます。やっちゃっていいですかね？やっちゃっていいですかね？やっていいですか？準備できてますね。はい、準備できていたらお願いします。そしたら、はい、ワンピー側、エクスパーさんのリュウ、ツーピー側、ウネさんのガイルということで、さあ第1試合開始と開幕、バックナックル波動読みですかね。さあソニックと波動打ち合って伝統の竜ガイル戦ということで、はい、打ち合っていく。ちょっと荒らしているのはエクスパーさんの方、体力は大幅リード。
カブレさん、ちょっとここのところあれですね、S バイソン好きがちょっと講じてそうっすね、ガイド使ってる率がちょっと少ないんじゃないかそんな気がしますが、でも流線そんなあれでもないですからね、苦手でもないですからね。そうですね、投げる落ちたところを投げ、もう少し時間があればあったんですけどね、ちょっと時間なかったんでちょっと焦ったか。ちょっとね、エクスパーさん最近あのきっちり逃げ切ることを覚えてますからね。飛びが入るが安い。さあ竜巻、竜巻、おっと膝がガードされてしまった。さあいいとこに落ちますね、きっちりお釣りも入れられてますからね。真空が飛び越した、3段。さあソニック重ねて、あれ今まで何が出ていたんですか、昇竜拳じゃなかったっぽいですね。中華大の昇竜じゃないですかね。あれでもゼロドットじゃなかった気がするんですけど、まあ、昇竜でしたね。ガードできずに食らってたんで、ガードできた気がしましたが、でもリバーサルで技出してるんでガードできないですね。あ、そうそうそう、ガードでまだ死ななかった気がするんですが出しちゃってましたね。さあゲージが溜まって真空を打っていく、はいはい、おっと今回はガードが間に合った、バコンでスローがかかるとちょっと合わせにくい。そうですね、おっとソニックサマーの話になった、画面端。さあ投げか、セースマーどっちだ、お自ら離れていく。さあエクスパーさんに近づくときは竜巻が来るかもしれないので要注意。そうですね、あっとハード踏んでいる、勝ったのエクスパー、エクスパーで勝利。さあ第1試合エクスパリュー、第2試合が、あ、セロテープさんですね、これセロテープ、あ、ちょっと待ってくださいね。こんばんは、川島さんからです。こんばんは、お疲れ様です。さあセロテープさんの残儀、優先といえばセロテープ、そうですね。さあ緑色の残儀はかなり使う人が少ないですが、しかし結構エクスパさんね、特殊なタイプなんで、まあ俺の残機ともたまに やってるんでね、結構残機戦は捕まえにくいですよね、うん、竜巻でね結構なんか暴れますよね、エクスパームーブをするんですけど。さあ置き攻めは繋がっていないが2ヒット。さあでも削るだけは削った。さあ一発で知るぞ、真空対空。さあでは前ジャンプ、ジャンプ大キックですね、重なっちゃいましたね、まあ、エクスパーさんがよく我慢して待っていた。そうですね、波動打たなかったですもん ね。さああの竜巻、さあ竜巻、あれね、あのダブラリでこう頑張ろうとすると食らったりするんで。そうですね、何もしないのもまた一つですよね。まあしゃがんで中パン、大パン、小パンでもいいんですけど、まあボタン押せばピッて落ちるんですけどね。見送ってみる形。さあ、なんかいい勝負になってる。さあ、ごめん、おっと、竜巻で落ちてる。あっと、リバーサスクリューがバレていたが、死なない。さあ、おっと、ジャンプから水平チョップ。水平チョップ。エクスパーさんが何か入れてたんでしょうね。そうですね、当たってますね。あ、どうかな。さあダブラリ相打ちになってしまう。さあ前を詰めるエクスパー、投げていく。あ、逆ですね。さあ逆に画面端を背負ったな、セロテープ。あースクリュー、しかしスクリュー。さあちょっと早い、おっとアントビちょっと早かった。さあだいぶピンチだぞ、吐き出しダブラリー。勝利ガード、あ、しかしリバーサで出していく。さあ真空削り、エクスパリュー2連勝。さあ続いては41さん、はい、続いて41さんのね、ガイルですね。413、まあ何でもいいって言ってました。さあガイル使い、さあここはだいぶエクスパに削られているが、さあそばっかりし真空ガード。さ
さあこっからいかにしのげるか。さあガエルの腕の見せ所飛んでしまったが、ここは回避。さあなんとかしのいでいる。ゼロロットかなこれ、ね、ゼロロットですね。ゼロロットですね多分ね。さあしかし、さあまだわからない。竜巻からの投げ、竜巻投げ。さああのいやらしいムーブ、先に竜巻で落ちちゃうんでね、昇竜と投げのタグになっちゃうんですよね。さあ2本目はさあガクガクして竜巻。さあ画面端に押しているのは41さん。さあまあさあコーパンで飛び込んでいったか。さあいい間合いをキープしているのはあっとダブルを投げ、投げる。さあ真空、さあ43ちょっと体力に厳しいか。これは行くしかない、体力差的に行くしかない。カウントあと20。さあ中盤、さあいいですね。さあ投げで死ぬ体力。さあ5秒前ぐらいか。さあスタブ、お、これは行ったか。おっと逆転、あとスタブで1本取り返した、取り返しましたね。さあ今の根性値を生かせるのか。さあ結構飛びが多めのガイル。さあサマーで落ちて投げる。さあガチは投げられちゃいましたね今ね。やらしい投げですね。さあソニック波動、ソニック波動、さあ波動を抜けてしまって、さあソニック波動だが離れているため、さあエクスパー狙ってるぞ。ジャンプには、あー真空がさね削り、得意のしゃがみアッパー。さあ続いてグッサン。さあエクスパー3勝目ですね。さあ次グッチさんのキャラは何だろう、フォークかな。グッチなんと竜でした。さあグッチ竜登場。さあここでグッチ竜登場、同キャラですね。さあ負けるわけにはいかない。お互いあれですね、荒らすところを荒らす感じの。そうですね、 お互いあの不思議なムーブを持ってる。そうですね、イレギュラーなタイプの竜ですからね。お互いキックジャンプ踏んづけて、さあ昇竜真空、真空当てていく。さあ投げる、持ってなぜか食らっていた。今はグッチ流、さすがはグッチ流というところ。さあ球のいなし方はグッチさんの方が一枚上手かな。さあ前ジャンプ竜巻、前ジャンプ空中竜巻か。さあ垂直大キック強いですねあれね。さあ勝利、おっと勝利出る。さあ前飛び中キック入っている。エクスパリュー取り返す。さあ昇竜、おっと大昇竜入っている。前ジャンプ、キックから竜巻で返して、さあエクスパの前取りが絶妙ですね。さあいい前をキープ。そうですね、暴れないですね。前ジャンプ入っている。さあここしかしバックジャンプに波動。さあ昇竜仕込みは漏れて、昇竜出る。やっぱ真空、あーっと真空削り決めた、一気に決めたエクスパリュー。さあなんとエクスパリュー4勝目。さあここで北海道からいらしたアラバマさんが、なんと式ヘイトな式に顔を出していただきました。ありがとうございます、わざわざね。さあアラバマ北海道、北海道、北海道広いんですけどどこなんですかね。北海道広いですからね。そうですね、一口北海道といってもいろいろありますからね。アラバマさんはお仕事で2月の初旬ぐらいまではいるらしいです。あ、なるほど、はい、もうそのまま永住しちゃいたいぐらいってことですね。さあ関東はいろんなところにゲーセンがあるんでね、もう毎日のようにプレイできます。竜巻押したが、さあ打つ手がなくなった。エクスパリュー離して、
さあ、さあクレイジー合わさっているが得意の歩きクレイジーですね。ガードが間に合った。あのアラバマさんのね歩きクレイジーの歩く距離がね半端ない。そうかなり長いとね、あれで出るのかっていうぐらい歩いてますよ。さあ2本目はエクスパリュー波動で頑張って、さあ担保ガード、さあもう一回ガードして、さあちょっとバイオスのペースになってきたかな。さあ5番レンダーに、さあ前ジャンプ、さあ前ジャンプから式アップ、わー式アッパーに、式アッパーじゃないかな。さあオア、さあ中間からヘッドはガード、さあ中足波動、さあ不思議なムーブのエクスパーにちょっとアルバマさんが戸惑っているが、さあまたゴジゴジ、さあここはどうなる、さあどうなる、ワイソンとしては一発決めればってところですね。そうですね。さあしかし真空があるんでね、迂闊に飛び込めないですね。さあアッパーで、さあアッパー起き上がりにクレイジーガサネ、クジャンプ逃げれそうで逃げれなかったアッパーだった、さあ止めたのはアラバマ・バイソン。さあこれデイトナの常連、ただいま実況していただきました山本さん、ほぼ山本、ほぼさんですね。ほぼさんは、おそらくチュンリーでしょう。さあギャウギャウ、さあチュンリーバイソンね、いいカードですけど、どうでしょうか、どっち有利とも言えないんじゃないですかこれ。さあ気候圏、気候圏で頑張って、さあ戦列が溜まればいい勝負になる。あの要所要所で見せてる。あおっと、あここはぴったり自然ですね。あの要所要所で見せてるあの削り毒のヘッドがなんかいやらしいですね。あれね、中ヘッドですかね。そうですね、間合い調整して削るだけ削ってお釣りなしみたいな。うわっ、アッパーからのしゃがみコパン、あれ早いっすよね。さあ中大暴れたところに、あっという間でしたね。アラバマさんが2勝目、これ青木サイクロン、さあバイソン戦といえば青木サイクロンなのか、そんなことはないそうです。さあ青木さんの青木サイクロンさんのザンゲル、やっぱり青いパンツ、青い稲妻ですね。意外とサブキャラもあるんですよね。サブキャラガイルぐらいしか使わないですね。あんまりザンギ以外使ってるとこ見たことないですけど、サブキャラも結構ありました。さあ5番連打、あっとここはアラバマワイソン、大パンの距離を知っている、圧倒的。コパンを連打してダブラリで近づいて台足でこかすという、ダブラリ、さあ大きい攻め、さあ当てながら吸っていく、当て吸い、あれね、食らって食らってるとなかなか返し、食らいもいい、それから走った、しがみ中足キャンセルですね。たまにやるんですよね、あれね、あれ読んでないと返せないですね。結構最近さんね、最近ね、青崎さんあれなんですよ、画面端走ってくるんですよ。 あれ好きなんですよ。さあ5番台足繋がっていないが、さあ揉んでいく、ゼロフレモに、さあ走っていく、味を占めているぞ、やばいザニーだ。あっと台足かくったぞ今、あここはガード、さあアラバマバイソンが粘って、これは4ヒット、埋め込んだ、中中ボタン大丈夫でした、ボタン、あさあアラバマワイソン勝利で、続いてカーシュンさん、
ここでカシムさんも選んでいるのはザンギ。今日はこれアラバマさん対策ですかね、ザンギが若干多いような。ザンギ多い、はい、なるほど、ザンギ肩ですね。ザンギでも総楽はさあ、このモードがきつい。拳の先端をきっちり常に埋めてくる。コマンで止まるんですが、さあダブルで無理やり当てて、あっとちょっと早かった、早かった。さあわーと、さあザンギのすねはもうボコボコです。そうですね、殴られまくってますからね。そうですね、立ってるのもやっとじゃないでしょうか。そうですね。さあひたすらすねを、さあザンギ側もすねを蹴る上から。今の結構返しにくいんですけどね、上りで当てて下りでごちゃったところをスクリューって欲張ったやり方もあるんです。さあヘッドが当たる、当たってダブラリ出た。さあワンチャン走った。さあ2回刻むとしたための技がたまることがあります。かといって1回だと相手の投げ間だったりするんで、結構あそこは気を使うところですね。さあ出すの出さないの、あっと、あっと出されてる。両手を上げて万歳したところに、さあ敗北宣言か、参りましたと両手を上げていたが、さあ久々登場のノブさんは X 剣。しかし画面端相当厳しい攻めが続く。こんばんは。こんばんは。ウネガエルです。ウネ軍団のウネガエルさん、軍団長です。ケンバイソン、ケンバイソン、バイソン側も結構ね嫌なカードなんですけれども、接近してしまうこれですよね。ここから10割ですよ、ね、ここから10割あるのか。 あります、あるのか、あるあるのか。さあここからループできるか。あちょっと離れてしまったけど、しかしクレイジーあるぞ、大丈夫か。この前、あやばい、死の香りがする。さあどうぞ、さあどうぞ、波動、あーっと波動打って、波動を切った、打ち切れた。さあもつれ込んで、まあ歩きには中足グラン、中パンか、中パングラウンド、もうない、体力はない、切っていく。さあ後ろからだが掴ませない。こっからはもう本当にノーミスでいきたいところなんですけれども、いやグラウンドが刺さる。さあ見られた、昇竜見られた、見られちゃいました。ニョキッとニョイボーが、さあ2周目ですかね。はい、2周目、2周目最初の方、あ、僕だ。さあ出番です。まさかのエントリーキャラ、2キャラ目はまさかのですよ。これアラバマ選手の X バイソンに対して入っていくのは、これは実質五分ですかね。さあ入っていった S バイソン、クレイジーがない分ちょっとですね、6-4 ぐらいですね。そんなに離れていないと思うが、さあごちごち合戦だ、始まってしまった。この組み合わせならばあれですね、受け身は関係ないので、そうですね、はい、さあさあごちごち合戦、ごちごち合戦にしてしまえば五分ですね。1ラウンド取っていったの、ウネガエル、ウネバイソンだ、失礼しました、ウネエスバイソン。しかし向こうの方が技は、ヘッド合戦も五分、向こうの方が技は揃っているが、さあきっちりグランド、これはなんというかそのやり込みの差みたいなものがちょっと見受けられるような気はしますけど、そうっすね、若干ちょっとね、さすがにみたいな、若干ちょっとやっぱスキル不足なところありますね。いやでもウネバイソンもガイドを捨ててまで、捨ててないです、捨ててない捨ててないです。さあガイドを捨てた男、ガイド捨ててないです。さあアラバマバイソン勝利。続いてスローテープ、
セロテープさんは2キャラ目も残儀なはず。さあ、アッパー投げですよね、やっぱ。アッパー投げ、うん、あれは見えない。ちょっとね、読み、まあ、普通に暴れればいいんですけど、あれ隠るんで。さあ、さあセロテープ、セロテープさん、ザンギエフ。あの先ほど僕の S バイソンとみっちりやったんで大丈夫かと思われます。 S と S だよ、バイソン性は間違いなし。なるほど、 S ですか。さあさあ、しかしここまでかなりアラバマさんのバイソン、ザンギエフを殺しまくっている。しかし、しかしセロテープスクリューが、おー、出た、セロテープスクリュー、一気に持ってった。長田式セロテープスクリューですね、今のが。長田式セロテープスクリュー、長田投げ式セロテープスクリュー。さあ、アッパー当たって固めてグランド、このグランドは見えねえ。いやー、これ痛い、ビヨっている。さあ、クレイジーまでつながる、しっかりクレイジー、恐ろしい、恐ろしい、鮮やかに決めていきます。さあ、ダイヤシオスカルが、さあ、誰がこのバイソンを止めるんだ、止めれるのか、しかし止めれないのか。接近戦の硬さはさすがですね、セロテープさん。そうですね。しかし、糸を、お、さあ、直接釣っていく、ヘッドをガードしてから上から、そして割り込みも、あ、しっかり止めた。勝ったのはセロテープさんのザンギエフ。しっかり2ラウンド取りましたね。取りました、珍しく。アラバマさんのバイソンを止めたのはセロテープさんのザンギエフです。さあ、41さんですね、続いて、続いて41 41 41、陽一さん、陽一さんみたいな、陽一さんです、陽一さんのガイル。お、ガイル、お、いい色ですね。バイソン倒した後に変える。そうですね、もうセロテープさん、お仕事ご苦労様でしたって感じですよね。 しかしセロテープさん、かなりガエル戦かなりやってます、うまいんで。マジですか、はい、そう、画面足、この画面足なんですが、だんだん押されている、痛い。さあ、この前勝負、ラスタブが飛んでいる、飛びましたね。あー、着地しっかり投げまい、スカッシュスクルーですね。今ね、飛ぶと思ったんすよ飛ぶと思ったんすよ、飛ぶと思いましたよ。そう、飛ぶと思ったんすよ。で、勝てることもあれば負けることもあります。そうなん、ザンギエフ。さあ、これが痛い、スカッシュスクルー。あれは青彩式だぞ、あの影縫いスクリューは青彩式。そうですね、あれはビビる。あーっと、ここで痛いの食らう、手首が死ぬ、これが手首が死ぬ、これがザンギエフ。1ラウンド目取っちゃいましたからね。なるほど1ラウンド取っちゃったから、伝説の1ラウンド目を、伝説の1ラウンド目。さあ、上から伝説のスクリュー入って、伝説再びいけるのか。さあ、大足天才、これはガードできた、さすがにきつい、ここからは、はい、ないぞ、ないぞ。いや、しかし、あのガエルだったらノーミスで全然あるんでと思ったが、飛んだ、飛んでる。さあ、セロテープザンギ勝利で、続いてグチさん、グチさんコールをお願いします。さあ、セロテープさん、だんだんギアが高まってきていますが、あれ、ホンダだっけ、フォークじゃなかったでしょっけ、フォーク、フォーク、あのキャラ自由じゃない、キャラ自由じゃないんだよグッズさんはフォーク、キャラ自由じゃないんですよ、四季の細道。ホンダは違いましたね、ちょうどね、ホンダとダルシム選んでましたけど。そうですねさあ、グッズさんのフォーク、お互い投げキャラ、あー、ダイヤシに入ってると思ったが、リバサー、お互い近寄らなきゃいけない、これ。そうなんですよね、厳しい組み合わせなんですよ、これ。さあ、飛ばされて垂直、垂直ジャンプ大パンチさあ、こっからしっかり
あとかーあっと入ってなんかなんかお互い怪しいが時間もない。走っていく。まだ生きてる。残っている。まだ生きてる。これ難しい。どうする。相打ちで OK だが、ダブル、あ、これダブル KO なんだ。お互い怪しかったですね、今ね。かなり後半になって焦りがお互い出ていた感じではあったが、ここからはグッチさんのペースなんて思ってたら、そうですね、ガードスクリュー、セロテープさんがカミカミしてからの大足使って、わー、なんか高め当たってるが使って、ヘッドバットすかした、投げられる。台風。さあ、壮絶な、戦いになってまいりましたが、すごい話してんよ、この大御所2人でこんな戦いするんだみたいな。これが伝説の2人、究極のあれですよ、組み合わせですね。そうですね。さあ、うますぎて、うわーっと、ダブラリー、しっかり固めるが、スカルが台足が刺さる、間に合った、なんとか。こっからは、うわっ、コンドル、しっかり落とす、していく。さあ、ダブル台風が、しかし残った。あーあー、完全に読まれていた。読まれていた。ゼロドットの攻防、勝ったのはグッチさんの X ホーク。さあ2周目そろそろ回って、1位はアラバマライソン5勝ですね。なるほど。アラバマさんが6勝ですね。1位ですね。6勝単独1位で、2位が、エクスパーさんの4勝で、今入ってるのもエクスパー流。はい。さあ、しかしグッチホークに、はい、いけるのか。竜ホークは難しい。あーっと、ピヨってしまった。そして光る、鮮やかなり。あれあれ、いやいや大丈夫ですよ。さあ、波動にしっかり読まれている。さあ、画面足、しかしまだ画面、あ、体力は竜有利ですが、まあ、一回捕まったらもういいでしょう。しかし、エクスパーさんの竜がいい感じ。おっと、バックジャンプ、一度こけたら死にますからね、竜は。間違いない。じゃあもうぴょんぴょんしちゃおっかみたいな。そうっすね。うん、って言ってもいろいろあるんですよ。はい。しかしセーフ。まあこの荒らし具合はもうエクスパーさんお手の物したが、荒らさせてくれねえ。捕まってしまった。この勝負荒らせない。どうする。こっからはとりあえず球を打っていくしかないのだが、寄ってみる。シンク当たる。シンク当たっている。ここから分からなくなってきた。分からなくなってきましたよ。時間も体力もお互い死んでもおかしくない。どうする。あっ、チヨシ、あーっと刺さっている。コンドルが空中。勝ったのはチサンのホーク、グッチホーク。さあ続きまして、皆さんお待ちかね、伝説のあのほぼ山本選手、伝説ですよ。はい、レジェンドチュンリーです。我が四季が誇る。さあ、四季の伝説が、はい、四季来てない方は分かんないかもしれないですけど、ほぼ山本さんの入る筐体はもう行列ですからね。行列、行列です。店の外まで続いてるんで。ああ、ちょっと営業の邪魔ですね。そうですね。さあ、投げて、食らって、チクッとして、投げられる。これがレジェンドチュンリーの戦い方。フォークは決して手を握らない。握れませんね。必ずパーです。構えもパー、ジャンプしてもパー。本当だ。ずっと開いてる。ずっとパーなんですよ、この人。へー。あ、なんかいい感じになるが、美味しくねえ。成功。これは美味しくない。食らって、じゃあ、さらば。グッバイ。
早すぎる。いい夢見ろよ。さあグッチさん着実に勝ちを重ねていく。これで 3勝ぐらいです。3連勝。いややっぱレジェンドフォーク強いっすね。気のせばレジェンドフォークと俺やってましたよね。あ、そうですよ。そう言われてみれば。そういえば本当のレジェンドとやってましたよ。なんと木曜日にあの大山ニュートンに、ね、弟さんが来ましたからね。そうですよね、あのレジェンドフォークの方が、はい、さあ、ついたられたのが青サイ、青サイクロス青サイさんの、はい、ザンギエフ。ザンギエフまた先ほどと同じ組み合わせですね、これですが、ファイルドライバー受け身もちゃんとある。この前難しい。さあポン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 出すが、おっとダブラリー、はい、タチライキックでしたね。大事、一線刺さって若干フォーク気まずいからの、おっとドロップキック、しっかり角半取っていく。さあ青木サイクロンさん、やっとエンジン高まってきた感じだが、投げられて、おっと一回待たれている。お互い行かない、暴れ待ちだったんでしょうか。飛ばれている、トマホークダイブ。しかしリバーサーしっかり決めて、すーあ、美味しい、しっかり大足。さあ気まずい、どうする。さあ大足、大足、さあ足の振り合い、牽制だ、やっぱりこの技、タッチ大キック、尿意棒ですね、これもね。これは尿意棒で、尿意棒ですね、間違いなく。あっ、またパイルドライバー落ちて、さあ、大吉すかしてバニシング、おっと、弾きバニシング新技。さあこれには思わず悲鳴が出た。さあ、しゃがみ5番、なんかやばい、やってしまったか。ヘッドバットもすかした感じか。さあ、画面足落として、青サイチョップで落としていく。青サイチョップからの、こっから、さあこの前難しい。さあ大足当たる、お、青サイ大足、青サイ緑キック、大足、さああとは相打ちで OK。 さあ青サイチョップ、この前残、あっ、しかしガードしている、してますね。ダブラリーいかなかった。さあ時間がない、あっと、危ねえ危ねえ、ガードは危ない、ガード危ない、減らねえ、うっそしかし最後は青サイ地獄好きで、青サイ地獄、青サイ地獄を見せていく。そうですね。さあ、続いてカーシムさん、あれ、カーシムさんはダルシム。さあ今日はダルシム、さあダルシム、カワシム、あれ、カワシム、ダルシム逆でしたね。カワシムっていうキャラクターはいないですね。そうですね今ちょっと勘違いしてます。勘違いして、さあ、まあザンギダルシム寄りたいんですけど、寄れている、スクリューでまだ死なない。しかしゼロドットか、ダイヤシヨガテレポで逃げたが、はい、ダイヤシガサネ、まずは1本青木サイクロンさんが勝っていって、さあフレイム、まあ今日はカレーの日ですからね、ちょっとカーシムさんも頑張ってもらいたいですよね。あれ金曜日はカレーの日ですからね。あ、そうですね、四季の細道金曜日しかやってなかったですね、よく考えたらね。そうですよね、でもカレー食べたいですよね。そうですね、そうですね、サービス昼カレーだった。なんか、アヨクサイクロンさん、昼はカレーだったそうです。ロシアンカレー、体制中にどうもありがとうございます。カレーラーメン、あれ、大地さんもカレーラーメンあー、なるほど、あのカレーなんですよ皆さん、金曜日カレーの日の曜日を忘れないように。僕も実は今日カレー、 あれなんですよ、ペヤングソース焼きそばにカレールーぶっかけて実はみんなカレー好きですね、本当に。さあそう言ってる間、画面はやはりダルシム側が教える、やっぱカレーが、みんなカレー食べちゃったからな。そうですね、応援強いですからね。ロシアの食べ物って何ですかボルシチ、ボルシボルシ、ピロシキ、あ、ピロシキ、なるほど、ボルシチ、ボッカ、あ、お酒、いくら、いくら
一つやる前に食べるもんじゃないですね。どうそうですね。さあやはり青菜さんカレーを食べたことにより自殺行為であった。やられてしまった。さあカーシムダルシム勝利で続いてノブさんクレジットカレーさ。これは食べ物の差がでかいですね。辛さもそうですけど、そうですね、はい、うん、ウォッカを飲んでいればあるいはダメですね。デロンデロンだからダメなんですね。タコ様だったらな飲みそうですけどね。そうですね。さあ続いて、ワンピーがノブさんの剣ワンチャンです。これもノブさんね久々に来てくれたんですごいねありがたいです。よく兵では見かけるんですけどね。あ、そうなんですか。兵民なんですね。そうですね、僕の記憶が正しければ僕もあんまり最近兵行かないんで。なるほど、はい、僕兵行っても誰とも会わないんですよね、なぜか。え、時間帯じゃないですか。時間帯間違っちゃってるんで。時間帯間違っちゃってる、はい、朝の11時とか来ちゃってる。あ、そうそう、閉店あ、回転待ちとかしちゃって回転待ち。さあ、しかし剣は厳しいか、ちょっと勝利を引っ掛けるぐらいしか思いつかない。まあワンありますよ、ワンチャン。ワンチャンある。ワンチャンスある。膝もあるし、はい、まだ70秒ある。ケンってケンってこれアメリカ代表なんだけど、アメリカ人なんでしたっけ。日本人な気がしますよね。あれちょくちょく変わってるんじゃなかったでしたっけ、ケン。なるほど、もともと日本人だったけどアメリカ人だった帰化したと。さあ TBS 入ったが、いやちょっと遠かった。あーそうなんですか。さあカーシムダルシム勝利で続いて最後のプレイヤーですね、アラバマさん。日本人時代は拳と書いて剣で、え、まあ、アメリカ人になってからマスターズ。あれエクスパーさんまだいます。やりたい放題。いるね、いるいる。さあ続いてはアラバマさんのバイソン。アラバマバイソン。しかしこのバイソンダルシムバイダル、バイソンが本当にあの糸を通すような戦いになります。あ、なるほど。これは本当に難しい。針の穴に糸を通すようなってやつですね。そういうことです。なるほどですね。もう通常技とファイヤーだけで。ファイヤーモードが厳しい。しかしゴリゴリいって、さあ後ろからまたゴツゴツ。さあどうする？スラスト。バカになる。バカになってしまった。飛んでしまった川島さん。これは痛いが。さあ秩序が保たれていく。あっという間に亀足。しかしバイソン、さあファイヤーモード。あー、おっと短波を投げる。でテレポからも、テレポ裏からの、さあ削り切らないがファイヤーで間に合う。奇跡のカワシムテレポですね今ね。カワシムさんテレポートかなり冴えてます。さあ上から攻めて、上から下からと、なんとか間合いをキープしたいところ。おいしい如意棒が刺さる刺さる。さあこれはもう来た。さあゴチってきた。さあ最後のプレイヤーアブラマさんが勝利したのでどうしましょう。さあ、1位がアラバマバイソン、1周目6勝で、2周目も最後ですが勝利してしまいましたが、もうあれですね、1位抜けしてるので、はい、2位の、エクスパーリューさんとですね、決勝戦という形でいきたいと思います、はい、ここから決勝戦です。アラバマさんのバイソンと、エクスパーさんのリュウ三崎。本当にエクスパーさんはね、決勝戦めちゃくちゃ上がりますよね。はい、すごい戦績がかなり。アラバンさんはね、あの1位抜けなんで、2P 側を選びました。選ぶ権利がありますんで。で、1P 側が、エクスパーさんのリュウ、2P 側。ああ、行ってみましょう。三崎です、よろしくお願いします。決勝です。さあ開幕グランド、グランドニョイボー。さあこれはでもさすがのエクスパーリューも厳しいか。おっと、さあ反対側に出るやつ、反対側持続できてるからっていうね、クレイジーが。さあ昇竜で第5ス入ったが、コパンで止めている。第5ス2発目入んなかったっすね。一発で終わっちゃいましたね。こっから竜はまだやり直せる。まだいけるのか。まだいけます。しかしお互いゲージを持っちゃってるぞ、これやりにくいんじゃないか。いい感じに
かさあシンク、さあシンク使ってしまった。しかし時間はまだあるのでファイヤー波動を、しかしこれ削り終わっちゃいますよ。ほら、あーっと、ほらね、ほら、ね、今ちょっと惜しかった。一応なんかダイヤシトガレ止めれるんでしょうか。止めれますが、アッパーにされてたらおしまいですね。なるほど、落とされちゃいます。さあ竜巻は落とされて、竜巻、さあ竜巻合わせていく。こう見えない竜巻、これ意外とバイソン戦重要なんですよね。エグスパーさんはこの竜巻かなり冴えてますからね。よく当たる。さあお互い硬直状態、竜は波動打てないぞこれは。さあ今のは落としたかった。これエグスパーさんはね、真空からのエグスパーさんはリバーサー以外がちょっと昇竜が狙ってないところはね、しっかり見られている。外野がねだいぶね盛り上がってますが、大繁盛、大繁盛、大繁盛の店ですね。これで 0-1、そうですね。1試合目アロバマさん勝利、2試合目マーサスでも、はい、アロバマさんが来てくれて、あ、東西戦来ていただいたんですね。東西戦来てくれて、なるほど、まあ、何回か僕もあの試合やったんですけど、はいはい、はい、バイソンガエルかなりヤバいですね。ヤバいバイソン、まあ、いや最初アロバマさんで分かんなくて、はいはい、でなんか途中から来たなんか A4 さんが、はい、マーサス来てブースって感じで、あで、エイボーさんがアルバマさんのバイソンを見て、あ、これアルバマさんですよ言ったんですよ。動きで分かります。あの伝説の、あの伝説の、そう、すごくないですか。バイソンってそんな動きで分かるもんなんですか。もうね、レジェンド勢ばかりしかいないですからね、周りは。特にバーサスなんてそうですよね。そうですよね。まあでも木曜日のニュートンもだいぶ伝説のゲーセンになりつつあるんで。そうですね、はい、いろんな伝説を持ってる方が。そうですね、恐ろしいですよね。はい、ぜひぜひ、恐れ多い、ぜひぜひ、恐れ多いゲームセンターになってきました。ちょっとね、でも木曜日だとね、翌日気にしちゃうからあんまり遅くまでできないんですが、おっと、昇竜出ていたが、リバサできっちり出ていたが潰される。クレイジー、さあ、さあ2試合目もアルバムバイソンファイナルですね。リーチファイナル、はい、まあなんとか阻止したいところ。これで逆万転敗即利来ましたよ。ありますかね上がられちゃうとちょっとね、はい、ここまで順調に、重ねていってますか、まあ、アラバマさんもね、エクスパーさんも両者、遠い海を越えた向こうからやってきてくれてますからね。そうです、海、まあ、わざわざ北海道は海越えますよわざわざ、この、まあまあね、埼玉県新座市のね、ゲームセンターまでわざわざ来ていただいてますから。そうですよ、素晴らしいですよ、ね、素晴らしい。さあ竜巻投げ、さあ竜巻投げだがしっかり受け身もある。さあまあでもやっと投げる、おっとやっとエグスパーさん死んだ。1ラウンド取り返す、いい感じに温まってきたんじゃないですか。そうですね、エンジンかかってきましたね。この式の細道結構2本取られてから取り返すみたいな、そんな感じの結構あると思うんですけど、さあ中央に竜巻裏当たり、しかしヘッド溜まっている、溜まりヘッドですね。あれ当たるんですよね。さあ技を振ってみるが、さあシンク行った、おっと竜巻まで行った、竜巻つらっているが、しかし歩きクレイジー、さあ削りはヘッド、アラバマさんの歩きクレイジーなんか長いそうっすね、なんか歩い、すげえ歩いてる。さあアッパーからクレイジー、さあ止まらないこのラッシュ、さあなんとかしのぎたいエクスパー、はい、しかしもうガンガン前に出てさっさと終わらせようみたいな、うわすぎて投げは、さあアッパーが入った、ダッシュアッパーが入った。優勝はアラバマさん、アラバマバイソン、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。じゃ あ一言、すいません一言お願いします、はい、お疲れ様でした、以上おめでとうございます。 ありがとうございます。わざわざね、北海道から来ていただいてというか、しばらくこちらをおられるっていう、あ、そうですね、ちょっと2月頭まで、あ、なるほど、じゃあ、はい、楽しんでください。あ、ちなみにお時間大丈夫ですか。まだなんか調べたら11時過ぎぐらいまでは、なるほどなるほど、よかったです。はい、あのこれオンエアされてますから、あんまり個人情報言わなくても大丈夫なんで、わかりました言えないことは言わなくて構いませんので、え、じゃあすいません、どうもお疲れ様でした。 ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
というわけで、はい、優勝アルバムバイソンと素晴らしいプレーでしたね。スーパープレー、せー、参った参ったお疲れっす。エクスパーさんがね、お時間もありますんで、まあ、まだ2月まで、はい、いるということなので、ね、そうですね、まだしばらくね、チャレンジできますので、おそらく2月のその時までは、まあ、はい、どのゲーセンにもいるでしょう、はい、ぜひ我こそはと思う方はね、挑戦していただければと思います。そうですね、50円握りしめてゲームセンターに、はい、そうですね、探しに行きましょう、はい、ポケモン GO みたいな、時間まで大丈夫ですね、はい、はい、じゃあ、なんかあります？告知、あれあるじゃないですか、あれですよね、いっぱいあるけどいっぱいありすぎてわかんないけどいっぱいあるけど、何でしたっけ、秋葉原じゃない、あれは関係ないここは関係ない、はい、発信しなくていい、まあ、あの秋葉はもう十分発信されている、あ、そうですね我々が発信することではない、ない、あ、明日の夜にスター杯の予選が深谷であるんでしたっけ、深谷じゃない、南浦で、はい、南浦はビッグワンセカンド、ビッグワンセカンド、スター杯の予選、お題戦、ああ、そうだそうだ、え、そうなんですか、デイトナ式でも2月でしたっけ、え、そんなのあるんですか、2月の16日ですね、スター杯の予選、スター杯の予選が7なんと7なんとデイトナ式で、あの、あれ予選式の、予選は2月の16日、16日ですね、土曜日、その翌週の23日が本戦ということで、明日の19日ですね、ビッグワンセカンドでもあります、はい、予選、いやどうしようかな、明日はニュートンのイベントもあるから被ってるんですよね、本戦って、はい、本戦って寝屋川とかですよね、本戦、いや、シャトルか、あ、本戦はスペースシャトルだそうです、シャトルですよね、あのスペースシャトルに来れる愛知県ですよね要はスペースシャトルに来れる方です、なるほど、はい、これは参った、そうですねこれはちょっとあれですね、はい、あ、でも自転車あるでしょ、うねさん、あ、自転車持ってんじゃない、あ、そっか、行きますよ、あ、歩きよりかはいいですよね、うん、そうですね、歩きよりは、歩きよりかは自転車の方がまあいいですけど、まあね、箱根越えれるかどうかですよねこちらから行くとね、いいけど折りたたみ式自転車だからな、普通、いやいや、行けます行けますあの、ほら、某ダルシム使いとか来てますからね、向こうからこちらへね、自転車で、自転車で、はい、マジっすか、TL に下ネタばっかり流してる有名なダルシム使いの方が、本当ですか、本当ですよ、あの、何時間か、いやいや、今度聞いてみてください、本当に、自転車勢ですから、ガチ自転車勢、やばすぎ、やばすぎようですからね、とても真似できないですよ、さあ、まあというわけで今日の式の細道、はい、ね、はい、はい、いい感じに盛り上がったところで、はい、ここまでと、はい、また来週っていう感じで、そうですね、はい、いやー、ありがとうございました、はい、じゃあ、配信はですね、また例によって例のことがの試合垂れ流しという形になりますので、まあ、プレイ見て誰がやってるのかななんて想像していただけるとありがたいと思います、おいっす、はい、じゃあすみません、今日はありがとうございました、ありがとうございました、お願いでした、ほぼほぼ山本でした、レジェンドではないです、はい、失礼します。Thank you.
Wow.
Three. Hup.
Fire! Hold on, fire! Hold on, fire!
Japan!
7 win